お時間が来ましたので始めようかと思います。じゃあ皆さん改めましてこんにちは。今日訓練のためにちょっと撮影させていただいてます。あんまりアホなこと喋らないようにというのもあるんですが、まあ、いつも通りな感じでいろいろお話ししたいなと思います。でこの、小6塾生じゃない小6保護者のためのなるならセミナーっていうのは初めて の、 機会なんです。で、まあ、何集まるかわからないっていうのがあったんですが、まあ、残すことで後で多分 YouTube にアップすると思いますんで、まあ、より多くの方に、まあ、聞いていただけるかなと思います。ですからここにおられる方を超えてもうこの何百人何千人と広がるようなつもりで喋りたいなという、まあ、真剣にやりたいなと思ってます。でもこのお天気のいい日にわざわざ2時に来ていただいてつまらん話やったなと思われたら非常に申し訳ないんで、できるだけ有用な有益な役に立つことを話していきたいなと思います。じゃあ、まず初めにですねこの説明から資料の説明になるんですが、このピンクの紙にですね出席者名簿っていうことで、まあ、よく存じ上げてる方も多いんですが、お名前連絡先とかを書いていただいて、で後半部分は後ほど終わってからまた終了直前に感想を書いていただくことになるかと思います。じゃあ改めまして始めさせていただきます。ブラスト塾長の吉田健です。よろしくお願いします。まあ、ご挨拶ということでブラストをご存知でない方のためにもお伝えしないといけないなと思ったので、ちょっとブラストについてしばらくお話しさせていただきます。この福崎の地で初めてもう28年が経過しました。でもう29年目に入っててですね、私と中木さんでこうメインはずっとやってるっていう感じになるかと思います。でこの間、まあ、実に多くの子どもたちが巣立っていきまして、で教育関係に入ってる者たちも結構いてですね、学校の先生が私たちの教え子やっていうケースも結構出てきてるんです。でそんなもんで割とこう事情が分かる部分もあったりするかと思います。で、ここおられるのは皆さん小6の保護者の方っていうことで、まあ、まだあまり、ブラスト中学部のことをご存じでない方も多いと思いますんで、この2枚目の資料にですね、ブラストの実績っていうことでよく入塾説明とかをさせていただくとこの塾の実績教えてくださいとか言われて、であんまりまとめてなかったんですが、まあ、ここ2年ほどの実績を載せてみました。2016年度は今年度で、昨年度が2015年度ということで、まあ、みんなそれぞれ行きたいところに行けばいいなと思ってますから、できるだけ塾生たちと、保護者の方の希望に沿うように動くようにはしてます。まあ、本当のこと言うともっと頑張らせてもっと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 っていうような感じでみんな姫路市行きなさいって言うと行った可能性のいる子たちもいますが、やっぱりそんなにガツガツしたくないとか2番手でいいんだっていうことで姫路東行かれたり、もう最初から1姫でいいって思われたりっていうケースもあります。そのあたりは割と塾生たちとお家の方の自由に任せてますので、大体自由に任せた結果がこのような感じかなということです。で本年度はですね、第一志望校っていうか第一受験校ですね、その合格率がもう 100% っていうことで、最近のまだ後で喋るかもしれませんけど入試の制度がありまして、第一志望第二志望で選べる複数志願制になってるんですね。その第一志望で受験した子たちの合格率が今年は 100% でした。で、去年に関して言いますと、公立一般人の合格率は 100%なんですが、第一志望の合格率は 96% ということで、まあ、いずれにしてもまあほぼ 100% ということですね。それとあと英検二次面接の練習っていうのを授業で行ってまして、で、まあ、この記録の残ってる限りで見ればここ十数年でですね、英検二次試験にはこう面接っていうのがあるんですが、もう私とこの練習させていただくんです。で私と練習して落ちたものが一人もいないという、これ合格率 100% なんですね。でこれがここ十数年ずっと続いてきてますから、毎年こう英検の3級とか準2級受けた子たちが先生面接練習お願いしますって言ってきて、でいいですよって言って、正しい言うとくけどこの十数年間落ちたやつ一人もおらへんからなって言ったらみんなもうちょっとビビるんですけど、それでも今年やっぱりこうみんな合格しました。
良かったなと思ってます。で、あと、まあ、普段頭と心を伸ばすやる気を育てるミニスクールっていうふうに言ってまして、もちろん頭の部分学力なんですが、まあ、心って言いますか人間性の部分ですね。で、そのあたりがどういうふうなことに現れるかっていうと、例えば生徒会役員の立候補者が結構多い塾ではあるんです。で、その理由の一つが、これは月謝っていうかお金いただかずにボランティアでやってることで、生徒会役員に立候補したいっていう方がおられたらですね、やっぱり私が講義して、で、演説の練習とかもさせて、あるいはポスターの書き方、学校でどういうふうにしてこう振る舞うかっていう、まあ、いわゆる選挙と同じような動きですね、それをこう伝えて、で、まあ、なりたい職に就いてもらうということです。で、今年の結果がもう早速出ましてですね、今年の結果は全部でね、12名その講義を受けてくれたんです。で、12名講義を受けてくれて、生徒会長が2名ですね。で、副生徒会長が5名と、これはネット上には4名ってなってますが、姫路市の方ちょっと12月に決まる学校があるので、それでまあ5名っていうことです。まあ、今までの感じでいうと近隣で3校ぐらいで同時に生徒会長出るとかいうふうなのももうまあザラですし、まあ、この辺ちょっと言えませんが、この講義を受けて、生徒会長、副生徒会長2人、これ3人とも私の講義を受けた人っていう中学校も現時点ではあります。ちょっとどこの中学校かは言いませんが、もうだから全部ブラストで固めてるみたいな感じですね。で、まあ、なんでそうなるんかなと思ったら、まあ、来てる子たちがまあみんな立派やっていうのもあるし、私たちがやっぱりこう大切なことをどん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 教えていくっていう、まあ、そういうのがまあ一つ実績といや実績なのかなと思って思ってます。で、あまりね手前味噌の話ばっかりしても嫌われるんで、次はなるならセミナーっていうことなんで、なるならコースということで、まあ、これは明日に行きたいと思います。この紙がございまして、これまだちょっとお渡しできてない、授業中にお渡しできてない分ではあるんですが、まあ、これが2017年のなるならコースの流れになってます。開始がですね、1月12日ということで、今までの小6のクラスですね、月木にあった小6のクラスが1月12日を境に、まあ、なるならクラスといいますか、なるならコースに変わると、やってることも、まあ、ちょっとワークが必要になってくるんですが、中学向けにやっぱりこう読解中心の、国語でしたら読解中心のワーク、で、算数の場合まだ決まってないんですが、まあ、例年通りいきますと、まあ、似たような感じで、で、新しいことは、なるなら英語というのが、これちょっと時間が取れないので水曜日に入ってるんですが、もう完全に英語初心者向けの方ですね。まあ、学校では週1回とか授業がずっとあると思うんですが、大抵筆記はないということです。で、文法の話もないということですね。ですから、ブラストが英語で強いのはやっぱり文法が強いというところがありまして、小学生の普段の授業でももう文法中心にやってるんです。で、いかにこうミスを減らして点を伸ばすかっていうのがポイントになってますから、そういうふうなコンセプトをこう、まあ、週1回にはなるんですが、なるなら英語クラスでも入れるつもりでいます。ですから1月12日からスタートして、そうですね、18日の水曜日から英語スタートしますから、全部で、まあ、大体 10回か11回ぐらいのコースになると。で、そんな10回11回で何ができるんやと思われるかもしれないですが、ここの塾の特徴として大量の情報を一気にこう詰め込むっていうか、それも無理なく一気に詰め込むっていうのがやっぱり一つの技やと思ってますんで、10回の授業でもう今まで全然英語書いたことない子であっても、大体文法でカバーすると中1の1学期の期末前ぐらいでしょうかね、あるいは1学期分ぐらいでしょうか、それぐらいの文法の基礎は全部分かりやすく説明するということになってます。まあ、皆さんアンケートを取ると、なんかこう楽しい授業で成績上がるとか言ってくださって、で、ブラスト用語っていうのが英語にはありましてですね、もうみんなが苦手だと思っている文法事項を全部楽しい言葉に置き換えて説明するっていう、まあ、そんなふうな工夫をしてますね。まあ、これまた後で見ていただいたらいいかなと思います。で、なるならセミナーっていうことで、まあ、本題に入っていくんですが、このセミナーを行うにあたって、メールでですね、塾生の保護者の方に一斉メールしまして、
で、まあ、書いていただける方、アンケート書いてくださいっていうことで、まあ、実際アンケート書いてもらったんです。で、そのアンケート書いていただいた結果、まあ、私たちが気がつかなかったことも、いろいろ気がついてきたんです。そのような内容も今日は中心にしてお話しできればなと思ってます。で、まあ、大雑把なことになるんですが、まあ、まあ、今は、まあ、なるならセミナーっていうことでやってますが、まあ、中学校1年生に上がられて、今度は初めて中学生の子供をお持ちになられる方って何名ぐらいおりますか？今回初めてだ。あ、そうですね。やっぱりこう初めての場合っていうのはすごい何て言いますか、どうしたらいいか分からなくて、お友達のお母さんにお聞きするとか、まあ、近所の方にお聞きするとか、まあ、いろいろとあると思うんです。で、アンケートを取ってみた結果、よく分かったことは、子供たちの生活も大きく変わるんですが、やっぱりこうお家の方の生活もこうどんどん大きく変わっていくというふうな感じになっているかと思います。で、まあ、タイムラインといいますか、まあ、こう時間が流れるとして、で話がちょっと大きくなるんですけれど、最終的にやっぱりこう中学校になるということは、その3年後の出口である高校入試の部分ですね。で、特に塾の場合、その高校入試から全部こう引き戻して、じゃあ今何させるかっていう考えを してますんで、行き当たりばったりでやってるように見えて、実は最終的にこうゴールを決めるには、まあ、シュート決めるにはどう動くかっていう、まあ、それはどうしても考えざるを得ないんです。で、まあ、ここが最初の4月だったとして、こう中1、中2、中3で、そしてまあゴールというか入試っていう、まあ、このような流れかと思います。で、最初の段階でまあ子どもたちはこういう感じでこう入っていくわけですね。で、やっぱり制服もきっちり出来上がるし、で生活も変わるし、で部活も増えるし、で、まあ、結論から言うと結構忙しくなるみたいです。子どもたちの生活も一変するし、でおうちの方の生活も一変すると。で、今までちっちゃい子やなと思ってた我が子がこうどんどんこう思春期っていうところに向かってきますから、成長していくっていう部分ですね。で、当然問題となる反抗期っていうのも経験するというふうな感じになってきて、場合によるともうお家の方にとっても毎日がもう初体験といいますか、初めての体験みたいな感じになるケースもありますね。で、中学校に入ってやっぱり一番変わるのは、一つは勉強ですね。まあ僕に書いていいか分かるんですけど、一つは勉強がやっぱりこう難しくなるって言いますか、実際に結果がね、順位とか点数とか、あるいは内申点とかいうふうにこうかかってくるので、勉強はやっぱりこう高度にもなりますしね、外せない点ではあります。それともう一つ、やっぱ生活面で言うと、もうみんな入れっていうことになってますので、まあこう部活、やっぱりメインで言うと、やっぱこうスポーツに入った場合、こう体力の消耗とかもありますから、この勉強と部活のバランスをまあどう取るかっていうところですね。これがやっぱりこう後でまた資料はお渡しすると思いますが、結構お母様方こう工夫なさっていろいろされてます。で、これを目いっぱい全部やると、もう本当に時間がなくなってきて、もう小学校時代旅行行けてたのに中学校になってから全然行ってないとか、普段お出かけで行ってたのに全然できてないとかいうふうな生活も変わるんで、だからお家の方にとっても、まあそこをどう耐えるか、耐えて3年後にはどう入試で成功してもらうかっていう部分ですね。このあたりをこうやるためには、まあもちろん経験された方もあると思いますけど、改めてこう白紙にして考えると、新たな体験であるなっていうふうに思います。で、ですね、受験の話からちょっと引き戻して考えるんですが、今言ったこう目に見える形では思春期、勉強、部活あるんですが、今のその入試の制度、これご存知の方おられるかもしれないですが、兵庫県では、
当日、例えば来年だったら3月12日っていうふうになってるんですが、こう2つに分けてですね、当日の5課の点数が半分なんです。それまでに内申点っていうのがありまして、内申点っていうのが半分、この半分半分で合格が決まるっていう仕組みになってるんです。で、まあ、当日の5教科っていうのは、まあ、3年後の話ですから、その時にまあ学力つけてたらいいと。じゃあ内申点って何なのって言ったら、まあ、メインはまあ中2の終わりとも言われるし中3とも言われるんですが、こっから大体、入試を受ける、まあ、1月か12月ぐらいまでについた通信簿って小学校の時言いましたが、中学校になるとまあ通知表って言います。5段階の通知表、これの結果によって決まるんですね。で、5段階っていうのがですね、5教科、国社、数理、AA、実技4科、音楽、美術、保健体育、技術科展と、この全部9教科あるんですが、この、まあ、1から、まあ、1なんていないと思うけど、1から5の段階によってこの内申点は決まってくるということですね。で、もう中学を経験された方ならわかると思いますが、中間考査と期末考査、中間考査は大抵の場合5教科、期末考査は9教科なんです。で、どうしてもあの全部をフェアというか公平に扱うっていう中学校の考え方があるかもしれないんですが、どうしても実技4科9教科の方が期末にしかないのでね、回数が少ないっていうことで、この1回のテストの重みが結構あるんです。で、内申点計算するときにですね、5教科の場合は4倍かける4で計算します。で、実技4科の場合は 7.5 倍ですね、 7.5 倍で計算するんです。だからこう比率が全然違ってきて、これ全部足すと全体の半分、まあ1000点換算すると500点満点っていうふうな感じになるんです。だからあの通知表の結果も半分関係してる、そして当日のテストも半分、これでまあ入試の成功が決まる、まあ、その仕組みになってます。で、分割して考えるとですね、じゃあ通知表は何でつくのっていうことになるんですが、これまあ普段からある中間期末、中間期末テスト、まあ先ほどお伝えした5教科と9教科の点数も重要なんですが、これだけじゃないんですよね。授業中の態度、提出物、宿題をやってきてるかどうかとか、まあ、積極性があるかないかとか、そういうまあ言うと点数には普通ならない、数字にはならないものが、これプラスまあ何て言いますか、その数字にならないもの、数値化されないものですね、ならない情報がこう通知表に関係してくると。だから仮に100点を取ったとしても、授業中走り回ってて提出物を持って遅刻して欠席してっていうことになると、おそらく5はつかないし、場合によったら4つかないですね。100点取ってたもんですよ、3ぐらいかな。で、まあ、そう考えるとどうなんでしょう、点数が全体の5割か6割ぐらいっていうふうな感じ、ちょうど入試が当日の5教科とそれまでの内申が半々であるのと同じような感じで、通知表自体もそんなような感じなのかなと思います。で、ここをいかにくり抜けていってですね、すり抜けていって、で最後にこうゴールつかむかっていう、まあ私たちアドバイスする側からとしたら、このここがやっぱり一番難しいところになるんです。で、まあ、お家の方も今日この話しましたので、これまあ知っていただいた上で、こう我が子と接するっていうことをまあ一つしていただくとまあいいかなという、まあ、今後の流れということになります。で、その次にですね、まあ、いろいろあるんですが、まあ、部活生活ね、まあ、そのあたりちょっとこう、何か資料があった方がいいかなと思うので、ちょっとこれ今朝急いで売ってきた資料なんですが、ちょっとこれ
お渡ししておきます。一人一枚ずつ。じゃあ、お渡しましょうか。あの、裏表になっております。裏までありますかね。大丈夫ですか。あのメールでアンケート取らせていただいて、でその時の質問はまたこれとは別だったんですが、あの書かれた内容から子どもに関することと保護者の方の持たれる変化の部分と不安の部分、それと学校に対する不満で、それに対してどういうふうな解決策を自分たちは講じているかっていうのを、まあ、たった A4 1枚なんですが、ちょっとまとめさせていただきました。まあ、資料としてはまあ非常に、ある意味貴重かなというふうな感じには思います。で、まあ、読んでいただいたら、まあ、大体わかるかなと思うんですが、まあ、この中で子どもに関わる問題で一番に出てきたのが、あの、中1の1学期からもう学校の先生が気にされるのが、その LINE とか SNS の問題だっていう、もうさすが21世紀だなっていう感じするんですが、まあ、これがやっぱりあるかと思いますね。で、まあ、こうちょっとまとめてないので、あの被ってる部分も結構あるんですが、土日も部活があって家族旅行の計画立たないとかね、部活中心の生活で休日が出かけることがまあ少なくなったとかね、あとまあ学年が上に上がってくると夜出歩くことが増えるっていうことで、これ何かなって思ったら、なんかこう体育大会終わった後とか、あの球技大会終わった後とか、こうお家の方ももしかすると打ち上げされるかもしれないんですが、それに合わせて子どもたちも打ち上げするんですね。あのそれとかで出歩くことが増えるっていう、まあ、そういうケースもある。で、まあ学年下の場合は歩いて帰るのが、部活が遅くなった時歩いて帰るのがちょっと危険かなっていうことも感じられると。あとまあ、あの女子を持たれるお家の方とか、更衣室ですね、雨降った時、あるいは部活終わった後、水泳の時とかいうふうな感じで、こう更衣室がないんで、もう着替えられないから、結局もうどの季節も下にあのジャージ着ていってるみたいな、あの体操服着てて、まあ、あまり健康には良くないっていう感じですね。あと問題点は学校側の目線では子どもの悩みは解決しないっていう、まあ、そんなことをおっしゃってる方もおられて、まあ、学校も人数多いですから、先生もなかなかあのこう接する機会が少ないのかもしれません。まあ、今年の6年生乱れてるっていう言葉もあって、まあ、どこの学校のことかはちょっと伏せますが、子どもたちに聞いてみると、どこも割と乱れてるみたいなことを言ってて、あの一校だけじゃないんだなっていう。まあ、あと気になるのはその反抗期をどうするかっていう、最初に言ったと思います。で、まあ、これは子どもに関するっていう、こういう答えが出てきました。で、お家の方の変化や不安っていうことで、まあ、変化でいうと、まあ、お弁当を作ることが多くなったっていうことですね。あと、まあ、送り迎えが増えると、まあ、あのうちの塾なんかもちょっとバス出してないんで偉そうなこと言えないんですが、こうやっぱり送り迎えとかがあって、あのそういうことも増えたりとかもしれません。で、家族旅行の計画立てられないとか、まあ、時間に追われた感じが、これ子どもたちじゃなくて、おうちの方がですね、時間に追われた感じがすると、質問されても小学生の時のようには教えられない、テストが近づくと家族が気を使って生活してるかと、こうボリュームを下げてみたりとか、まあ、お家の規模にもよるかもしれませんが、こう割とひっそりとテストを受ける子を中心に動くっていうようなことを言われています。まあ、ただ逆に言うと、それがこうなんか家族の結束でチーム感が高まって子供頑張るっていうケースもあるみたいなんで、必ずしも悪いことだけじゃないかもしれません。で、当然子供といる時間も減ると、子供に目が届けにくくなると。で、その理由としては、親が学校に行く機会が減って子供の様子が分かりにくいということですね。まあ、もちろん思春期でどんどんあの親離れしていく時期でもありますから、ある意味当然のことかもしれません。親同士が顔を合わす機会も減って情報も入りにくいと。部活動の練習試合との日程表が直前まで教えてもらえないので困るっていう、まあ、そのあたりがこう慌ただしく動く原因なのかもしれませんね。あと、子どもの成長の速さに親がついていけなくなって不安になることもあるという。まあ、あの子どもたちは今もう劇的にこの小学生から高校になる間の中間期の中学生ですね、もうここも劇的に変化してますから、もうこんな例えを出していいかわからないんですけど、昆虫でいうともうあれですよね、卵から幼虫になって、幼虫がサナギになって、羽化して蝶になるみたいな、そういうやっぱり劇的な変化を、
まあ、目には見えないですよ、人間ですからね、もういきなり羽生えて飛んでいったりはしませんけど、あの劇的な変化を心の中ではしてるっていうことをやっぱりこう知ってるのとそうでないのとは違うのかなというふうに感じました。で、あとまあ学校に対する不満、まあ、これちょっと録画してますからあんまり言うと問題もあるんですが、まあ、気にせずどんどんいきます。部活の顧問の先生にちょっとやっぱりこう連絡事項がギリギリであったり、こう連絡の仕方がまずくて曖昧であったりとしてこうなんかこう伝わりづらいっていうこと、あとまあ学校の施設ですね、更衣室っていうこと、まあ、同じ方言われてました。で、学校の先生方にもしっかりと指導してほしいという思いもあると、あとテスト範囲まで進むのが遅くて、テストの前日に終わったりするんで、もうちょっと早くならないものかっていう。まあ実際あの現在学校ではもう二極文化が進んでますんで、もうできるグループとあのついていけないグループってバーンともう2つに分かれてる。場合によったらもう、できるグループ、普通のグループ、もうちょっとついていけてないグループってもう3つ山ができてしまって、昔だったらこういうふうにきれいにこう正規分布って言いますからね、できる子たち少なくてこの一番山のてっぺんが平均点でこう降りていくという、こういう分布図ができたんですが、もう今の場合も全部こう全部一緒みたいな感じになってしまってるんで、だから学校の先生もこう困られてるとは思います。あとまあ何でしょう、まあ、部活動の延長、これはちょっと今とかぶりますね、状況が分からず以来だ。で、月1回の学年通信、まあ、学級通信が頻繁に出る場合はいいんですが、学年通信だけでは様子が分からないと。あとまあ部活が朝練があり、放課後あり、休日練習があると。これ僕正直言いましたよ、あまりスポーツ熱心な方に言うと怒られちゃうんですけど、部活ちょっと学校やりすぎかなって思いますね。学校の先生ちょっと土日も潰して大丈夫かなと思ったりすることもあって、やっぱり日曜日休むとか土日はきっちり休むとかね、その分まあ普段頑張るぐらいにするといいんでしょうけど、あのやっぱりこう成績残したいっていう、部活で成績残したいっていう思いからでしょうね。あとまず自転車通学の話と、まあ、こういうふうなのが変化、不安、不満というような感じがあります。で、塾生の保護者の方が考えた解決策、アドバイス、ヒントっていうのがありまして、手をかけることが、まあ、実際は減ると。まあ、それはあのお家での教育の仕方にもよると思います。あのしっかりこう独立心を持たせて、こうしなさいねとかいうルール決めをした場合、そういうふうになるかもしれませんね。子供に責任を持たせる。で、家族でできるだけ勉強しやすい環境。まあ、これは、まあ、入塾説明の時とかにも言っているようなことかもしれません。ただあの子どもたちがよく部活に行くので自分の時間が増えたかもしれないということですね。で、部活の時間が親の自由な時間で、車で迎えに行って送り届けをするっていうケースもあるということです。まあ、今ももちろんあるかもしれないですが、学校まで迎えに行ってその代わりに、まあ、あの塾まで連れていくとか他の習い事まで連れていくとかいうふうな感じだと思います。で、あと、まあ、これ重要だと思うんですが、納得いかないことがあれば学校に問い合わせて理由を親として聞くっていう、あのもう学校の先生任せっきりにはしないっていうのはこれ一つ知恵かなというふうに思います。あんまりあのやりすぎるとなんかあのモンスターペアレンツみたいにクレーマーみたいに思われて嫌がられるかもしれないんで、あのやっぱりこうどうですかっていう感じで、あのなんていうんですか、直訴するというよりもご相談するっていう感じでしょうかね。そういうふうなやり方でやられたらいいんじゃないかなと思います。でも学校以外の仲間、友人ができたら勉強も楽しく面白く興味が出るかと思いブラストを選んだっていう、まあ、これは非常にありがたいなと思います。あの中学校入る前はもう中学校はもうバラ色になると思ってたと。しかし入ったら実際全然ちゃうかったと。もう本当は灰色になって、もう顔を上げて話は聞かん、親とも話せんってみたいな状態でもうブラストに来られたっていう状態なんです。ですが入ってからですね、あの授業とか受けていただくとすごくこうその本人自身が変わっていかれて、で学校でも活発になったし塾でも活発になったし成績も上げたしっていうふうな感じでゴロッと変わるケースがあったんで、まあ、私たちもいい仕事できたかなっていうふうに感じてます。で、あとまあ、 あの体力的精神的にしんどい時期無理せずっていう、まあ、女性の方はあの更年期障害がちょっとかかってくることもあると思うんで、あの男性の私が言うにははばかられるんですが、まあ、そのあたりはうちの家内とかも見てて結構あのちょっとは分かってるつもりなんで、まあ、そういう時はあのあまり無理せずにちょっとずつサボってあの穏やかに過ごすというか、まあ、これは僕よりも千雪さんにあと聞いていただいた方がいいかなと関係される方は思います。
で、まあ、そういう方が本当に、まあ、ブラストの吉田夫妻先生に助けていただいたと、しんどい時に相談できる方がいるというのが安心感があったっておっしゃっていただいています。あの割とあの懇談会を受けていただいては分かりますけど、できるだけ親身にあの応対して、で解決に結びつけたいなと思っています。あとは、まあ、子供に時々学校の様子などを聞くとか、で少し距離を置いて様子を見ながら、まあ、思春期入ってきますから、もう小学校の時と同じような感じでべったりはしないと、食事時など短時間でもなるべく子供と会話する時間を持つということですね。で、塾から帰った後など家族がその時間にティータイムを設けるっていう、きちんと家でルールを、まあ、何らかのルールを作ったり、学校の先生に相談するだけでなく身近に子供に接してくださる、まあ、塾の先生方の意見が私たち親には助かるというふうに言っていただいています。で会話が少なくなる、ならないように子供の異変に早く気づき対処すること。と、自由な時間が少ないので、いかに時間を有効活用できるかが課題。で、勉強がわからない場合は、もう塾で聞きって言って逃げると。まあ、今まで教えてることもあったかもしれないですが、まあ、いくら逃げていただいても結構です。で、中学生は思春期を迎えて、心も体も大きく変化する。まあ、先ほど言いました。で、いろいろあるが、月日の流れは早いっていうことで、まあ、この3年間はもう本当、駆け抜けるようになるかもしれません。でしっかり寄り添いながら子供が未来を切り開いていけるよう支援したい。そうですね。で健康に過ごせるようには特に料理頑張るとか言われている方もいます。でアドバイスではないがブラストはおすすめ。ありがとうございます。で子供の考える力が出てきたということで、この授業自体が割とこう子供たちとのこう会話のキャッチボールをするように心がけてますので、あのまあ、そのあたりかなと思います。でとにかく力をうまく抜いて、できれば、親子ともども楽なんだろうと思うと。目標は高校受験ではないという、まだ遥か先にあるという将来の目に向かっていればいいという、まさにその通りですね。予習をしておき、授業中に覚える、晩に習ったことを復習して知識を定着させる習慣を早めに身につけると、普段からのコツコツ勉強、コツコツが勝つコツよとかいうような言葉もありますが、それですね。あとお母さん同士のネットワークができていれば、学校のこと、子供らの様子、我が子以外からの情報がもらえて助かるとか、規則正しい生活リズムで毎日を過ごすことが大切と、まあ、こういうふうにまとめてますんで、まあ、これはの、まあ、永久保存版として持っていただいてですね、困った時の何らかの参考になればいいかなと思います。で、まあこういうふうな話、まあ、先ほどまあ入試ということで3年後の話しましたが、その中にありましたようにこう先の目標ですね、まあ、あの夢という言葉で語られることもあるかもしれないですし、うちの塾なんかではそれをですね、ちょっと古めかしい心あの言葉だとも言われるんですが、志というふうな気持ちで子どもたちに問いかけること結構多いんです。あなたの志は何なんだと、例えば医療関係に進みたい、じゃあ志は何だろうなって言ったら、その例えば看護師になりたいっていうその奥の奥の奥にある気持ちっていうのは、やっぱりこう助けてる人を何とかしてあげたいっていう優しい気持ちですね。だから仮に看護師にならなくても、その子はその優しい気持ちをベースに、ブラストのルールでいうところの愛にあたる部分ですね、それで進んでいく。あるいは自分は何か発明したい、発明家になりたい、その元にあるのは何なんだって言ったら、まあ、世の中の人を幸せにするとか、あるいは研究を進める地位ですね、まあ、ブラストのルールでいうと愛知反省発展の地位にあたる部分とか、何かそういう元の根っこになる部分が何かっていうのをやっぱこう問いかけるということですね。だから お家で子どもたちと接するときにも、将来どうするのっていうんじゃなくて、どういう思いでどういうことをしたいかっていう部分ですね、そのあたりを掘り下げて何回も質問を繰り返してやることでカチンと当たることがあるんですね。どんな大人でも何回も質問を繰り返されると絶対答えには詰まるんです。こう思います、じゃあそれはどうしてって、こうだから、じゃあそれはどうしてそう思うのって言って、どんどん進めていくと、話がどんどん深くなっていって、やっぱ考える機会があるということですね。やっぱそういうことをすごい大切にしたいと思うし、高校入試もそれまでに何回もある、通知表も中間期末テストもですね、まあ、全てはこの中にこそ進め、一つのまあ一里塚であるっていうふうに考えて取り組まれればいいなと思います。で、まあ今後の流れみたいなのを見たんですが、ちょっとこの辺り消させていただきますが、
今回セミナーするにあたって、その子どもたちの置かれている状況をちょっと考えてみたんです。で、そうするとですね、一つは、まあ、今まで通り、お家にこう、ね、保護者の方がおられると。まあ、保護者の方はもちろん一人の場合もあるし、二人の場合もあるんですが、それはまあ、どちらでも関係ない。保護者は保護者であるということで、家での居場所ですね。まあ、これをどういうふうにするかっていうところがまず一点なのかと思います。で、実際子どもたちは毎日学校に通いますので、まあ、3時とかで、まあ、こんな感じで学校から来ますが、まあ、学校でも生活する時間は小学校の時より長くなります。まあ、部活するとやっぱ帰るのが6時前になったりとかね。で、朝も朝練あるって言ったらもう12時間ぐらい学校行ったりとかしてね、すごいなと思ってね。日曜日に休みの日もなんか朝8時からなんか夕方5時までやってるっていう、これバイトだったらすごい儲かんないなって思うんですけど、まあそんなことも平気でありますよね。あともちろん、周り自分が所属している、まあ、地域含めた部分ですね。で、ブラストどこに位置するかというと、ブラストはまあここにこういうふうな感じでこう、まあ、書かせていただきますが、こんな感じですかね。こうブラストと、まあ、こう位置して私がいて、ちょっと流れてますけど、ちびさんがいるという、まあ、こんな感じですね。だから子どもたちはこの3つの部分でこう生活しているということになるかと思います。で、この中に見えないかもしれないんですが、お家がですね、結構スパルタ方式で、こうなんか殴ってやる、成績下がったら殴るみたいな感じで、私たち自身は家でもそうだったし、ここでもそうなんですが、スパルタじゃないやり方で子育て教育をしようっていうタイプなんです。で、まあ、それはお家の方の考え方次第なんで、お任せします。まあ、僕らはあんまり殴らん方がいいかなとは思うんですけど、で、もし家がですねスパルタだった場合、厳しかった場合について考えるとですね、学校がバラ色だったら問題はないんです。昭和時代の、例えば昭和30年40年ぐらいの子どもたちですね、まあ、僕らはそうなんですけど、あたりみたいに学校行くのが楽しくてバラ色で、でなんか悪さして帰ってきて親に原稿食らうみたいな感じの流れですね。ああいう時代はスパルタ良かったなっていうふうに思い出しても、懐かしい親父に殴られたり、僕殴られたことないんですけど、厳しくなれたなとかいうことはあるかと思います。ただ実際のその21世紀のこの公立中学校の問題みたいなのを見た場合に、必ずしもバラ色じゃなくて、まあこれあんまり言いたくないですけど、まあ実際はいじめ問題なんかもないわけじゃないと。で、場合によるとか、この先生の指導力も低下しているケースもある、まあ問題が解決しづらいって言った場合ですね、子どもたちのところにはちょっと居場所がなくなるということがありますね。で、家へ帰ってきてまたスパルタでガンガンやられるってなると、もう本当に居場所がなくなってきてしまって、まあ僕らのところに来ていただいたらそれはそれでいいんですけど、3箇所あると考えて2箇所で居場所がなくなったとして、まあレスキューできるのがここだけやっていうふうになってしまったら、どうしても時間はこっちが圧倒的に少ないのでね、バランスから見た場合に多少崩れるかなっていうふうに感じることはあるんです。まあそれはもう最高な状態で、学校で最高、もうお家も超ハッピーで、ここでももう完全に問題なしっていう、これ一番の理想なんで、目指せるのはここなんです。目指せるのはここなんですが、ちょっとこう三角形のようにこう考えていただいてですね、子どもたちは3つに居場所がいる、あると。で、その中でそうどうやってこう繰り抜けていくかっていうふうなことに置かれているということはちょっと知っていただいた方がいいかなというふうに感じることはあります。で、お家の方がここではメインでおられるんで、まあ、もちろんいじめって書いてしまうとちょっとあれなんで、うちの塾では塾というか株式会社プラスメディアの方ですが、いじめもっていうのをちょっとボランティア的にやってまして、まあ、実際いじめられた時はこうサイトにいじめられた内容をどんどん書き込んで文書化していって、でそれを証拠として担任、学年主任、校長、あるいは教育委員会、場合によっては、町会議員、あるいはメディアっていうふうにこう解決策を整えるっていうふうな、まあ、一応仕組みとかもあります。で、知り合いにはいじめから
子供を守るネットワークですかね、それをやってる人たちもいるんで、そういう人たちの協力を含めて、まあ、実際に会った時にどんどん言っていただいたら解決策はバンバン立てていきます。何年か前の10月に、いじめのケースを2件受けて、その2件とももう一月の段階に全部完全に解消したという経験もあるので、そのあたり心配っていうケースもあると思うんですけど、まあ、言っていただいたら解決策は、まあ、実際にどこまで動けるかは別としてですね、立てられるかなと思います。で、まあ、もちろんいじめられないのが一番いいんで、まあ、まあ、そのためにはこうやっぱりお家でですね、こうなんて言いますか、子育てってなんかこうよくこうシャーレの中でカビを発生させる、ちょっとこれ例えが悪いですね、これね、シャーレの中でカビ発生させ、でんぷんにカビ発生させるってちょっと良くないですから、まあ、子育てっていうのはやっぱりこう種を植えて水をやって太陽と養分ですくすく大きく育つっていう、まあそういうイメージかなっていうふうには感じるんです。でそれのやっぱりベースになるのはどこかって、やっぱりそれのベースになるのは家庭であろうなっていうふうに思うんです。でそういう意味ではですね、お仕事持たれてても持たれてなくてもですね、ここに来ておられる保護者の方、すごい重要な役割を担っておられるなと思うんです。これはもうお金の価値では換算できないプライスレスなお仕事をされてるなっていうふうに、私妻の懇談会の時とかお話しさせていただいても思います。でそういうお仕事をなさってるお家の方がどうやれば子供をその関係をうまくしていって、お家をその養分にあふれた場所、あるいはエネルギー、あるいは光にあふれた場所にして、子どもたちが学校に行こうが地域に出ようがやり抜けていけるのかなって。でやっぱこれってすごい大切かなと思うんです。で一つ思ったことが、女性の方がやっぱりこう妊娠されて出産されて、我が子の体の中から我が子、自分の体の中から我が子が生まれますから、場合ともするとどうしてもこう我が子っていうのをですね、我が物のようにね、これよく言われるかもしれないですけれど考えてしまうんですね。やっぱり私たちを振り返ってみても、やっぱり自分たちの子供をいるんですが、やっぱりその子供をこうなってほしいとかいうふうな親のエゴみたいな部分、これとのやっぱり戦いだったかなっていうふうに感じることがあって、もう子供生まれてしばらくした時に、もう私たち夫婦の経験なんですが、もう決めたんですよ。もう自分の子供は昔からよく言うその天からの授かり物であるっていうふうに考えるんでしょうと。だから2人の遺伝子から生まれても間違いないんですけど、その中にあるもの、まあ肉体はまあ私たちが作ったんかもしれんけど、中にある思いとかね、よくうちの塾で頭と心っていうその心の部分、もっと言うとこう魂といいますかね、そこの部分はもう別物やと考えるようにしようと、それはもう一個のもんやって考えるようにしようって思って、まあ、子育てしたんですね。そうした結果どうなったか言ったら、そのちょっと執着がなくなるんですよね。この子が好きに、まあ、好きにって言ってもそんなね、悪くなったら困りますけど、よく育ってくれてどっちの方向に進もうと、あまり自分たちのエゴを押し付けんでしょうなっていう。だから我が子なんだけど我がものではないっていうことを一つ決めた時にですね、すごく楽になったって言いますか、まあ実際そういう経験があります。だからやっぱりどうしてもお母さん方は我が子こうなってほしいという、まあもちろんお父さん方も我が娘には我が息子にはっていう風な気持ちがすごい強いっていうのは分かるんですが、一旦その辺理性的にパーンと外して、いやこの子はこの子だと、まあジェネレーションギャップももちろんありますし、時代も変わりますし、だから私たちの仕事はこの子が先ほど言ったその志といいますかね、この世に生まれてきた使命みたいなものがもしあるとして、仮にあるとして、それを一番大きないい形でこう開花させるお手伝いをしているだけなんだっていうふうな感じの気持ちで子育てするとちょっと楽かなっていうふうに感じることはあります。でその時にじゃあどういうテクニックがいるのかということになるんですが、まあ一人の人間がまだいるとしてですね、人と人が接する時にやっぱり一番こう関係してくるのは表情とか外見とかいう部分ももちろんあると思うんです。でもやっぱり一番分かりやすいのは言葉なんですね。
言葉をチェックすると大体その人が何考えてるか分かるって言われてるんです。で、普段からこう私たちもそうですけど、こう自分の生活をスーッと振り返ってみて、普段忙しかったりハッピーなことあったりいろいろあるんですが、その中で自分の出してる言葉は何て言いますか、その言葉にもし、スケールって言いますか方向性があるとするなら、プラス方向が多いかマイナス方向が多いかにちょっとこれ考えてほしいんです。例えば子供が何かやった時に、あ、よくやったねってよく褒めるってやるとプラスですよね。よくやったんですけど、よくやっていける、ここはこうよねとか言ってこう突っ込み入れたくなることが親としたら結構あるんですよ。私たちもあるんですけど、それ入れてしまうとそれはやっぱりマイナスになるんですね。子供がよくやったっていうことは一つなんだけど、それに対して親がどういう方向で言葉をかけるかっていう、90点取ったんや、え、何々ちゃん95点だけどとかって言うとそれもマイナスに入るんですね。90点取ったんや、よかったね、この前85点なのに5点も伸びたねって言うと、事象は同じなんですが、プラスに変えることもマイナスに変えることもできると。それは結局言葉を発している本人が意識するかしないかになるかと思うんです。で、できるだけこのもしここが半々だったとしたら、半々で、まあほとんど、ね、半々っていうことないです。振り返っていただくと、プラスが多いかマイナスが多いかは多分ご自身の中ですぐ気がつくと思います。だいたいこれは8割2割か2割8割かぐらいで動く、あるいは場合によると、ね、9割1割か1割9割かぐらいで動くはずなんで、あの半々っていうことはあんまりないんですが、もしそれやっぱり半々だったとしたら、プラスの方をどん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 多くしていって、プラスでいっぱいに満たしてほしい。言葉をプラスでいっぱいに満たすっていうことはどういうことかというと、思いといいますか心といいますか、こんな顔をやっぱりプラスで満たすっていうことになるかと僕ら考えるんです。やっぱり子どもたちのいい面だけを見ていく、悪い面をアドバイスするときにはその時には何がいるか、もちろん90点取った子が何々ちゃんと比べてもちろん95点取れたかもしれないけど、それ言ってしまうとマイナスにしかならないんであれば、今はこうだけど少しずつこうしてごらん、こうするとまた上がって100点取れるかもしれないよっていうふうな感じで、言葉の言い換えを行って、いかにして言葉をプラスの量を増やすか、これがやっぱり家庭に限らずやっぱり人間関係の上ですごく大切になってくるかなと思います。で、まあ、子供だから分かってんだろうっていう思いは私たちも甘いみたいなのがあるんですが、子供だから分かってるだろうという考えよりもやっぱり言葉でいかに伝えるかということですね。で、その言葉の部分っていうのはやっぱこうちょっと振り返っていただければいいかなというふうには思います。で、よく思春期の時期にですね、子どもたちがこう中学校の間でこうぶれたりするとか、おかしな方向に行ったりするとか心配なさっている方も、まあ、ここにはいないと思いますけど、あのもしかするとこの動画見ておられる方にはおられるかもしれないんですが、その場合はですね、大抵の場合は家庭の中の、まあ、なんて言いますか、エネルギー量と言いますかね、まあ、愛の量と言いますか、これと比例してくることが多いかなと感じることがあります。お家が本当に子供のことを愛してあげててハッピーであれば、なんて言いますか、そんなにおかしな方向に行かないし、仮に問題がいじめとかいろんな感じで起こったとしても解決が早いですね。だから私たちの務めとしては、ブラストはもう今まで以上にも常に毎日毎日良くなろうと、理想に向かっていこうっていうつもりで今後も続けるつもりではいます。で、学校の学校なりに今動くでしょう。Thank you.